聖母マリア教会は、ジブラルタルのエウローパ岬にあるカトリックの教区教会であり、ナショナルシュラインである。この教会は、ジブラルタルのカトリック主護聖人である、エウローパの聖母マリアに捧げられたものである。この教会は、ヨーロッパにおける20カ所の聖母マリアの聖域で構成される、ヨーロピアンマリアンネットワークに属する、14世紀の初め、 ムーア人がここを支配した頃、小さなモスクがエウローパ岬に建てられた。1309年から1333年に、スペインが初めてここを支配した時に、モスクはキリスト教会に転用されたと言われる。1462年8月20日のイバーナード記念の日、カスティーリャ王国は、ムーア人たちからジブラルタルを確固として奪還した。そして、 ヨーロッパ大陸全体をその南端の祈りと崇拝の地から守護する聖母マリアを称え、マリアを介して神へ奉献するという経験な意図を持って、エウローパ岬のモスクを再びキリスト教会にした。彼らはモスクの東壁の右手角に大きな礼拝堂を建て、敷地全体をエウローパの聖母マリア教会とした。15世紀に聖母子像がこの教会に設置された。 この像は高さ60センチと非常に小さい木像で、あり、おごそかな赤、青、金に多色彩色されていた。聖母は簡素な椅子に腰掛け、幼子のイエスは膝に乗せられていた。二人は王冠をいただき、聖母の右手には、愛、真実、正義を表す三つの花をつけた王尺が握られていた。教会は二世紀以上にわたり、評判を呼び栄えた。 ジブラルタル海峡を通る船は、エウローパ岬を通過する際にはこの境界に敬礼し、時には船乗りたちが備え物を手に岸までやってくる、こともあった。彼らは定期的に油を持ってきて貯蔵したため、貯蔵の前だけでなく、塔にも常に明かりを灯し続けることができた。それゆえ、礼拝堂の上の塔に灯された明かりは、ジブラルタルの最初の灯台であった。16世紀には、 スペインの地中海沿岸はバルバリア海賊の標的になっていた。1540年、ジブラルタルはバルバロスハイレッディンの一味であるハリハマットに攻撃され、略奪された。この教会も略奪に遭い、金目のものは皆盗まれたが、聖母子像は大事に残された。この一件にもかかわらず教会は修復され、フェリペ2世が建てた新しい防壁で守られた。 新しく著名なシナジ々も届けられた。例えば、ビバイナ、ジェノバの提徳アンドレアドーリアの息子、ジャナンドレアドーリアが1568年に奉納した1個の銀のランプ、ドンフアンデ・アウストリアが、レパントの海戦で勝利した際に奉納した2個の大きな銀のランプがある。次に教会が攻撃を受けたのは1704年8月であり、この時に町は、スペイン王権を主張する。 カール6世の側についた、エーラン艦隊によって占領された。町への砲撃が始まると、ジブラルタルの女子供のほとんどは、数人の僧侶に先導されてこの教会へと避難した。ロージア湾に上陸したエドワードホイッティカ艦長の兵士たちの一部はこの教会へと向かい、女たちを捕らえ、また、12個の銀のランプ、ろうそく立て、初見台、冠無理、宝石、聖杯、 立ち退いた多くの家々の衣類を略奪した。そしてもはや取るものがなくなると、スペインで大いに敬われてきた彫像の頭をもぎ取り、幼いイエスを石ころの中に放り投げた。兵士たちが教会を制圧する際に銃撃戦で、数人の女性が殺されたが、教会が略奪される際にそれ以上の暴行は行われなかった。彫像の聖母と幼いイエスの頭部はもぎ取られた。 そして残りの部分は、教会の下の岩場まで迫った海峡に投げ込まれた。しかし像は木星だったので、ジブラルタル湾の中へと浮き漂って行き、そこで漁師に発見された。その漁師は像を、セントマリーザ・クラウンズ教会の教区を担当していた、司祭のジュアンドメロでフィゲロアに届けた。 彼は、ジブラルタルが占領された後に大多数の住人が、町を離れた際にすら町の中に泊まっており、届けられた像を安全のため、避難した、スペイン系住人の定住地の一つとなっていた、アルヘジラスに、最後は持参した。クレルボーのベルナルドスに捧げられた小さな礼拝堂に、像は安置され、そこは後に、エウローパの聖母マリア礼拝堂と改名された。 英ン艦隊がジブラルタルを占領した際、セントマリーザクラウンズ教会を除くジブラルタルのすべてのカトリック礼拝の場がそうなったように、この教会も宗教的用途を廃されて俗用に供され、軍事用に使われた。またジブラルタル包囲戦の際に大きく破損し、後取り壊されて、同じ場所に新しく建物が建てられた。1860年代初め、 ジブラルタル大魔菊を担当していたジョン・バプティスト・スキャンデラはアルヘシラスからの彫像の返還を請願した。そして最終的に1864年にゾウはジブラルタルに戻った。聖母マリア教会はまだ軍の管轄下にあったためゾウはエンジニアロード沿いに建てられた新しい礼拝堂に一時的に置かれた。この礼拝堂にはその後に教皇ピウス九世から 大理石製の祭壇が寄贈された。第二次世界大戦中、像は安全のためセントマリーザ・クラウンズ教会に戻された。戦後、像はまた移され、今度はエウローパ岬に最も近いサン・ジョージ・フ教区教会に置かれた。かつての聖母マリア教会の場所に建てられた建物は、1961年まで国防省が所有し、油と荷造り用の箱が置かれた。 軍用倉庫となっていた。1928年からここは、中屯部隊の図書館として使われたが、第二次世界大戦が始まると、再び倉庫にされた。1959年までには、ジブラルタルの多くの軍事施設を引き払い始めた、軍当局は、ここの施設も、もはや不要であると認識し、廃止することを決定した。しかしそれはなかなか実現せず、 ジョンヒーリ司教の尽力によって、ようやく1961年10月17日に、非公開の儀式をもって、ジブラルタル教区に返還された。施設の修復作業は、翌1962年に始まった。そして1962年9月28日に、教会で多くの人々が祝福を受けたが、これは258年ぶりの出来事となった。 1967年10月7日、聖母子像は、サン・ジョージ・フ・教区教会から行列と共に、ついに帰還した。1970年代初め、建物は再度改修された。聖母子像は、今日も教会に安置されている。1979年に、教皇ヨハネ・パウロ2世は、ジブラルタルの守護聖人として、エウローパの聖母、マリアの名を公式に認め、その後に、 教会の修復が行われた。2009年5月、創建700年を記念して、教皇ベネディクト16世より、滅多なことでは与えられない黄金のバラがこの教会にもたらされた。ありがとうございます。